よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、2年の頃はまだ野球やってなかったんで、えっ、はいはい、その方との出会いがやっぱり僕一番大きくて、皆さんこんにちは、石垣市 TV でございます。本日のゲストは岩隈投手です。彼とのご縁をちょっと言っておきますね。岩隈選手の奥様が僕の同級生、西武ライオンズドラフト同期入団の広橋のお嬢さんなんですよ、はい、で広橋は、九州福岡の八大から東芝行って、で社会人2年経験して、僕も同じようにプリンスから同じように西武ライオンズに来て、それでまあ同級生チームメイト、そんなご縁もあって、まあ彼と付き合うようになりました。でどういうわけか、まどかが岩隈の奥さんになるとは知らなかった、分かんなかったけどね。そんな、だってまどかがちっちゃかったんですよ。ちっちゃいよな、今もちっちゃいよな、うん、で彼はでかいし、まあなんで嫁さんもらったのかな、まあその辺聞こうとは思わないけど広橋残られるんで、今日はそういうご縁をいただいて、まあ近鉄時代、そしてまあWBC、そしてメジャー行った、その辺、最後は、日本の野球とアメリカの野球、どこがどう違って、今後どうなっていくんだろうかな、そんな話もいろいろ聞いていきたいと思ってます。岩隈久志投手です、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。1981年、はい、生まれです。俺81年にプロ野球入ったんだね、はい、広橋も同じ時代にプロ野球に入って、はい、ってことはその時に生まれてるわけだよね。そうですね。なんか聞くところによるとライオンズファンだったとか。はい、もう大ファンでした。うちがそこら辺だったっけ。はい、もううちがもう東京の東山都市っていうところ出身だったので、うん、もう西武球場まで車で20分ぐらいのところも行けるぐらいでしたし、はいはい、まあ、当時西武の黄金時代で、もうみんな強かった時代だったので、うん、まあ、学校の友達も地域のみんながもう西武ライオンズの帽子かぶって、西武の友の会のファンクラブ入って、はいはいはい、っていう感じの、はいはいはい、まあ、そこで育ってきました、ね、はい、ライオンズが福岡から越してきて、やっぱり関東で巨人ファンが多いん で、うん、でやっぱりその地元所沢近辺あの辺のファンを拡大しなきゃいけないということで、まあいろんな、まあいろんなじゃないな、帽子をたくさん配ってね、うん、そこら辺一体なんかブルーの帽子でいっぱいになったという、はい、その帽子をかぶってくれてたんですね。ありがとうございます、はい、でその子供が堀越学園に行きましたよなんで堀越だったの。堀越はですねまあまあ、推薦みたいな形で、まあ、監督と親とで多分話が、まあ、ある程度決まって、うん、でまあ、僕ももともと行きたくて行ったっていうよりかも勝手に決まってたので、よし、うん、じゃあそこでやろうみたいな感じでしたね。あ、まあ、親とか監督決めたルートで、そうですね、まあ、フラルジでもそうだったんだけどまあそういう関係だよね、野球界ってね。でね、堀越学園といえば、まあ、野球も強かった、うん、いや俺ね千葉の朝日っていう出身だけど、朝日日中の先輩が穴沢さんっていうショートで野球の上手い人がいたんです、はい、それがね急に堀越行くって言って、で夏に帰ってきて紫のアンダーシャツとストッキングだったかな、うん、はい、かっこええな、さすが都会は違うなと思って、うん、それでまあ駒澤大学行って、駒澤大学卒業して阪神のスカウトになられて、で今日本ハムのスカウトになられて、ちょっと高い下今成さんという方がいらっしゃって、はい、で今成さんが一つ上なの、あでお前って堀越学園ちょっと行ってみるかって言ったら、えグランドですか、違うよ学校だよ、うちは芸能学校だから芸能人に合わせてあるみたいな聞いたら、今成さんは野口五郎さんと郷ひろみさんと芸能コース、スポーツコース同じクラスだったんだって、うんうん、でその頃、まあ、堀越学園行って誰がいるんですか有名なタレント、そしたら、バーカ浅野ゆう子がいるよ、浅野ゆう子に合わせたりよみたいな、そしたらね行ってね合わせてくれたんです。あ、そうだったんですか、すごい。先輩にそんな力があると思わなかったんだけど、たまたま校長室のところに行ったら通ってきて、おお浅野ゆう子ちょっと来いみたいな、俺先輩だからって言って偉そうにしてましたけどねそんな堀越学園のイメージがあって、はい、紫のアンダーシャツとストッキングがすごいイメージがあるんですけど、ほいで甲子園は、甲子園は出場してないですね。1年生の夏に甲子園出たんですけど、僕はアルプススタンドで応援してました。だってあの頃堀越なんて部員が何人いた？そうですね、でも100人はいなかったです、僕らたちもう、はい、そうですね、だからまあ70から80ですね、うん、いても80ぐらいだと思います、うん、はい、で1年の時はアルプススタンドで、で2年3年はエース、
いえ、2年の頃はほとんど野球やってなかったんで。え僕は野球ほとんどやってないですね。あの、うん、1年の秋に肩やっぱりちょっと壊して投げすぎて、でもうちょっと野球がつまんなくなってしまって、まあ、やっぱ高校になるとすごい厳しかったので、うん、そうですね。もう年代的にじゃあタレントになるとかと思わなかったの？芸能界行こうかなとか思わなかったの？全然なかったんですけども。その頃クラスに芸能人いた？クラスはいなかった。僕らの頃はもうあの分かれてました。あのその芸能人がこう、ああ芸能コースとコースみたいな形で、はい、クラスと僕らスポーツ科なので、ああ体育コースって言って、うん、野球部サッカー部とか、はい、一緒にクラスで。で野球以外にそういうとこあった？割り越しって。そうですね、僕らの時テニス部、公式テニス部がなんかやっぱり強くて全国的にとかいう感じでしたね。はい、それでまあ高校じゃあ3年になってエース、はい、3年の、そうです、もう最後の夏の大会だけエースっていうか。身長は昔からでかかったの？背は高かったです。お、はい、で高校3年の夏堀越のエース、はい、夏の大会は、夏の大会は予選大会の西東京大会ベスト4で日大三高に負けました、はいはい、で日大三高はそのまま甲子園に行ったんですけど、はい、はい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 、でまあ多少力は認められて、はい、1999年近鉄バファローズドラフト5位。5位です、はい。え、プロ行きたかったんだっけ？プロは行きたかったです。やっぱり始めた時はプロ野球選手になりたいなと思ってたので、はいはいはい、一時はやっぱ諦めましたけど、うん、まあ、まあ、まずはしっかり高校まではちょっと野球を最後までねやろうっていう決めて、うんうん、まあ、それがそれが本当にプロまで行けたのでよかったなと思うんですけど、もうやめてればもうそこで終わってたので、うん、ちなみにその当時、まあ、スピードガンがあればストレートで何キロくらい出てたんですか？ですね、当時はですね、大体常時は138球ぐらいですね。で142、3のボールを、まあ、1回から3回序盤の間にこう何球か投げていってみたいな感じでした。その当時ね、プロ野球もやっぱり140、45が早いかなという感じだったもんね、はい、うん、マックスは146だったんですけども、うん、僕の一個の先輩が松坂さんとか荒垣さんとかだったので、当時もう150キロ投げる人たちがいたので、はいはい、うん、やっぱプロの行くには140キロラインぐらいなんだろうなっていうのはやっぱ思ってはいましたけど、まあ、まず そういう、まあ、実際まあ高校生活やってる時はまあそういうものを目指そうとかはやっぱなかなかやっぱなくて、やっぱ高校野球のチームの、その形に従った野球しかやってこなかったので。ドラフト行為で近鉄、はい、チームメイト、堀越学園のチームメイトとかプロとか行ったりしている？いないです、僕だけです。その後もなんかもういないです、いないの？その後の後輩もまだ出てきてないです、ね、あ堀越もなあ、かっこいい強いというイメージがあるけど、やっぱりこうあんまり甲子園で活躍したっていうイメージないんだよな。そうですね、うん、僕がその1年生の時の夏に出るまでは大体5年に一度はこう甲子園にはやっぱ出てて、うん、東京でもやっぱ強豪校って言われていたんですけども、うんうん、やっぱり甲子園、うん、準優勝が1回あってぐらいですね、はいはいはい、でも、まあ、井端さんとかが一番こう、井端さんが先輩で、はいはい、甲子園夏出てるので、甲子園出てるので、なんかそういうイメージですかね。そうなん、はい、だ先輩はあとは阪神にいた猪俣さん、はい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 、あと阪神ドラフト1位で入った山本さんっていうピッチャーの方が、うん、あと勝則さんですね、野村勝則さんが先輩ですかね。なるほどなるほど、はい、そうなんだ、強豪校と思ってたけどあんまりプロ輩出はしてないんだね。そうですね、うん、あんまりそうですね、うん、いや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 、ずっとねこれ成績見てたらさ、日米通算170勝、はい、ね、WBC にも出てオリンピックも出てんだっけ？はい、出ました、ね、でメジャー行ってほらびっくらこいたよ。すごい選手じゃんと思って成長しましたね。おおびっくりした、うん、で、頭角を現したのが1年目1999年ドラフト5位で入って2000年からスタート、はい、1年目はまあ2軍でまあ調整して、うん、はい、2001年から今度は4勝と4勝8勝15勝15勝と勝ってくるんだよね。そうですね、その4勝まあいいよ、8勝15勝15勝って何がどう変わったの？自分でなんかこれができたから勝てるようになったなとか、なんか手応え持つようなものは、まあ、4勝した年ってデビューした年に優勝争いのところにポンって入って、うん、はい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 、でなんかこうチャンスをいただいたっていうのもあったの で、うん、でやっぱりその中でちょっとずつこうまずその一軍で投げることが目標だったのが、うん、ちょっとずつよし次一個一個重ねていきたいなっていう、うん、
ところで、まだ地震とかも全然なかったんですけども、うん、はいはい、2年目の8勝7敗だったんですけども、うん、その年141イニングで投球規定回数投げることができて、うん、はいはい、でそこでやっとこう自信をつかめるようになったというか、やっぱ1年間通して投げるっていう、うん、そういったところとかで、うん、やっぱプロの一軍で戦うっていう体力と技術とか、そういったものをこう失敗しながら学んでいきました。いやそれでもさ、2年目3年目でまだ20歳か21じゃん、はい、早いよね。大学行ったら3年生くらいでしょ。それでそんな感覚でもう発症して、まあローテーションに入っていくなんて。その当時のピッチングコーチって誰だったの？当時僕入った時は久保康夫さんっていうピッチングコーチで、その方との出会いがやっぱり僕一番大きくて、やっぱりもう言ってしまえば、僕はその高校までの教わってきたことが、まあ、プロで生きてるか生きてないかっていうと、うん、まあ、全く生きてなかったので、よくまあ習ってきたことが全然違かったなというか、なんか本当にこう難しいこといろんなこと習ってたのかなとか思うぐらい で、うん、でプロ入ってからその久保コーチにまず一からこう、バランスで投げなさいとか、うんうんうん、方向性をとか、うん、なんかそういったことを初めてその言葉を聞いて、バランスってなんだろうみたいな、うん、そういうところから始まったので、お教えたって教えたって言うのこれそういうすげえ感謝あると思うよ。そうなんですよ、はい、だからもうとにかく全力で投げるとかしか考えてやってこなかったので、うん、ピッチングフォームとかが安定とかも得なかったし、やっぱその横振りでやっぱり距離がこうよくバッターが見えてしまうとか、うんうん、もう軽くこう指摘されて、あ、うん、あなるほどなっていう。で、まあ、そこからこう投げ方も一からこうやり直してというか、まあ、もうプロ入った時もちょっとその肩の状態もそんなにいいわけではなかったので、うん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 、キャンプの時にもう一回ちょっとキャッチボールやめて、うん、ネットスローから始めようみたいな、おそこから始まってったので、はい、やっぱりいかにこう僕は背も高かったし、手も手足長いので、18.44 を短くできるようにした、その体の使い方を覚えて投げてみようっていうところから始まったので、なんかもうシンプルでしたね。溜めた軸にしっかり溜めたものを前足に移し返すだけだよっていう話ぐらいで、あとはそれまでの間にいかにこう投げる、まあ、バッターでいうとこのトップですね、ピッチャーのトップっていうものを早く作っておこうっていう、そこからだったので、はあ、いやね、俺ね、ダイエーの二軍監督だったかな、久保コーチが近鉄の二軍かなんかのコーチやってた時にね、はい、俺会って、俺野手だからピッチングのこと分かんねえじゃん。でうちに立花っていうやつがいて、はい、それ同級生だったのね、はい、ね、立花吉江と久保が、いや柳川高校で同級生で、うん、ちょっと立花ちょっと久保紹介しろっつって、で久保ちょっと教えてくれっつって、彼はね遠慮なきゃいろいろ教えてくれて、その理論がねすげえ分かりやすかったの、うん、お俺がいつか監督だったら久保をピッチングコーチで使いたいなと思ったくらいの人間なんだよね、うん、でそのいやプロ入って1年目をそれだけで身長があってポテンシャルが高いピッチャーを、今の野球界ってさ、とりあえず1年間はじっとしていきましょうとかさ、あ、はい、うん、でも久保はそういう、まあ、ネットスローから始まって今言ったようなことをこう一つ一つ教えてくれて、はい、うん、岩隈というピッチャーを、ドラフト5位のピッチャーをいじったわけでしょ。そうですね、はい、いじられたわけだよね、はい、うん、でそこで納得して、うん、おう、いやすごいな、俺改めてその久保ピッチングコーチすごいなと思うけど、まあ、それを信じたね岩隈選手もすごいんだろうと思うんだけど、おう、うん、まあ、まあ僕はもうそのドラフト5位で入りましたし、まあ、入るときに3年間は陸上部だからなってまず言われたのでもうまずプロの技術をどんどん学んでいくしかないなというところで、やっぱもうそうですね、もう簡単に言えばもうどんどん吸収していけたっていうか。久保コーチとはたまに会ったり連絡とかするの？いやもう全然今会えてなくて。じゃあアメリカ行っても全然そういうことになくなっちゃったもん、はい、シアトル行ってる時にちょうど久保さんもコーチを一度やられた時があったので、うんうん、その時に来てくれてとか、うん、で会ったりはしたんですけども、うん、なかなかやっぱ会えなくて、ただ、うん、連絡はたまに取り合ったりしていて、はい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 、そっか、そう、もう今彼はエニオブリーでのんびりしてると思うんだけど、まあまあね、相手しちゃってくださいよいや俺の身内でも何でもないんだけどさ、うん、でまあ4勝8勝15勝15勝それでこうよっしゃ近鉄でもうエースだみたいなところで2004年のね球界再編がありましたね、はい、近鉄オリックスの合併問題、びっくりしたでしょ、ご覧になっていただいてありがとうございます。
お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。